ウィンズ平坂の情熱アンデーさあ始まりましたはい F.M. 大阪ウィンズ平坂の情熱サンデーの裏番組、うん、ポッドキャスト情熱アンデーでござ、ね、情熱アンデー、うんえー、今日はねもう集中的に皆さんに PR したいことがありますな、うん何でしょうか。 え7月の14日15日と連続でまあ関東でライブがあるわけですね、まあ、関東と言いましても神神奈川県で神奈川川県県でですね、はいまあ、7月の14日の方は毎年恒例で実施しております、えー、横浜アリーナワンマンライブって言いたいんですけども <laughs> 横浜アリーナー。 あの建物の中に一階にですねあのちっちゃなライブハウスがストレージという横浜アリーナじゃなくてそうなんです。だからもう横浜アリーナのこの玄関というかみんなねあので後入っていくところの左側にねコンビニがあるんですねちっちゃいねそのその隣になるんですけどね同じ建物みたいなもんですねじゃあそうですよ建物は横浜アリーナですからそれでいきましょう住所もそのちゃんとストレージは横浜アリーナ一階って書いてる。 ますからもう間違いないですね横浜アリーナ分かりやすいのはですねあの新横浜の駅新幹線でね来れますから結構ちょっと遠くからでも来やすい便利ですねそうなんですまあここのチケットまあまあ売れてるんですがまあまあまあねそんな中ソルダートになってないですよまだまあ来てもらえるんやけどまあまあまあこちら7月の14日の2時半からなんですはいえ ところがこの翌日今年に限っては 2days 神奈川県でね実施しますから3連休なんですよ土日月と日曜が先ほどのストレージでしょ、うん、で月曜の祝日があ えー、これ同じ神奈川県の藤沢市藤沢市といいますと江ノ電の終着駅というか出発駅というか、はい、江ノ電というのはこの,あの鎌倉と藤沢を行き来してるんですね江ノ島の方も行ったりね。そそうなんですよの藤沢駅 藤、えー、沢駅というのはね、あのー、3つの駅がね JR とその江ノ電さんと<ー>で小田急さんが一つになってる,なるほどその駅からも歩いて5分のところにシンボリライブ館というところがあるああむちゃアクセスいいとこですねいいとこなんですよで、あのー、連続でライブをしてもちろんメニューも違うんですよこれ曲ストレージと曲目も,も違う あのーはい、シンボリライブのそうなんです。ねそうなんですメンバーも豪華でねまあ僕ミニライブ系で僕一人でやることが多いんですい今までもストレージ僕一人でやってたんでしょ今年だからストレージもその翌日のシンボルライブ館も僕とチェリー森田さんと。あの,あの豪華な <laughs> スペシャルゲストですかいやゲストでもなんでもないですけど <laughs> すサポートメンバーですけどもーししあっで狩野博士ギター3人でお届けいたしますのでね,ね,すいですねどっちもあのチケット5,000円なんですけど<ー>え、まあ、さっきも言いましたストレージの方はまあまあ売れてるんですがシンボリライブ館の方はまだ予約が十数枚という。 あ結構会場広いというあまあ広いですね100人ぐらい入るところに、うん、あすごいですね1人10席取れますね,ねなんかでんぐり返りとかできそうですね <laughs> できません、ね、喜んどる場合、うん、ちゃうかな何 <laughs> とかしてほしいんですけどもうこのポッドキャスト別に関東の方も聞けますからねあこれは全国ですからねももちろんあの関西から来ていただくのもね 旅行から3連休やから神奈川県の旅行まあまあ首都圏でもいいですし東京でもいいですし兼ねてねてだければねちゃんと考えて最後の3連休の最後なのでね15日7月の15日は1時から始まって大体まあ23遅くとも4時までには間休憩挟たっても4時までには終わりますからねそのままもう新幹線とかでももう全然行けますからね。 僕らももう車でそのままねそっからご飯食べて帰りますからね車で帰るんですねこの日当たり前でねな3人行くのにお前みんな新幹線で行けるかいうちの経費で宋と地方でも一か所十数人か分かれるんしょいやいやこれどうして経費で出すんですかこれしんどいですね車で行くんですかでも泊まるホテルはねいいホテルですかいいホテルですよ3人一緒に泊まれるんですよ一つの部屋にね一緒の部屋 でね、その上あるですよ、えーえー、トイレもですねお風呂も別ですからあトイレとお風呂は別違う違うトイレとお風呂はそこについてないの部屋にねああ今日、えーえー、あでもなおかつ3人だけだけど仲間いるんですよ6人部屋で3人一緒にい、えー、るんでそうそうそう楽しいでしょ、うん、いやっと、うん、聞いてなかったんですけどね<れ> 本間、まえー？いやもう一人三千五百円なんでねこれね。えー、<ー>いいとこ止まるやったら自分で勝手にあの三千五百円あげるからね。<笑><笑>あらこれ初めに聞きといて聞きたかったですね。そうやったんですね。そうですそうですそうですう楽しいですよね。 本当に、<ー>ひょっとしたらね、そういうホテルでね、ワールドワールドにね、海外の方も多いですからね。ディスイズアペンって話できるかわかりません、ね。これ。まあ、ディスイズアペンはないと思いますけどね。ないのこれはペンですでしょそうですね。ハワイユーとか言うの。ハワイユ,ーワイユーはあるかもしれないですね。ナイスミーチューとかね。ねナイスミーチュー、なんだそれ、なんちゅう意味ですか。はい え、あってよかったよみたいな。あってよかったよって。そうです。そう、いやいや、そんな、まあ、同じ部屋になるかもしれないといこと。そうです。そうです。で、二泊同じとこですからね。うん、あ、これ、あの、横浜の中華街の近所ですから。本当ですか。そうですよ。大丈夫ですか。何が大丈夫、何の心配ですか、それは。え、平坂さん、割と静かに寝るタイプですか。あ、まあ、でも、二段ベッドっていうか、まあ、ちょ、ちょっと離れ、な、それ、あ、いびきを。 歯ぎしりとか<ー>なんかあのほうひとか。

もうある、まあ、あるんですか。では、聞いておりますけども。ちなみになんか、僕はむちゃくちゃでかいらしいですね。ちょっと。えー、え。もうみんなに言われますね。ほんま、病院行ったほがええんちゃうかってね。言われますから。ほんまにいったほがええんちゃう。<laughs> いや、本当にね。はい、大丈夫ですか。まあ、まあそ、そ、うん、そんなことよりも。はい、えー。皆さん、何とかして。 特にあの2日目のシンボリライブ館、ねはい、7月の15日このま,ままだともうすごいことにね本当にね広々とした中で閑散 <laughs> とした中でひたすら演奏するとさすがにここ何十年かで10人台のところでライブしたことないね。えー、ということはだんだん減ってきてるということですか 何を言うんだ。そうだな。まあだから言ってるじゃないか。このところ人気がうなぎ下がりなのである。それも、うんうん、まあ僕一人の時はそうでもなかったんだが、<ら>去年の夏あたりなんか誰かがスポサポートに入ってからなんかうなぎ下がりのようである。いやいやそんな力は僕にないでしょう。下げる力はないですか。下げる力そ。それでは上げる力があるんですか。上げる力はあるかもしれないですね。じゃあ使ってもらおうじゃないですか。 ちょっと時時間間かかりますよいや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 もう1か月ぐらいですからねうもう1か月切っておりますからねか今年の、ね、演奏の成果が来年出るっていう形じゃなんですか、ね、いこの前もそんなん言ってたよな前なんか2月に初めて空で出て「<laughs> 2>, 2月の空の売り上げ悪いやん森田さんと出るの」いやそれは僕との演奏を見てその結果はその次に結果が出るんです」って言ってたのにた、ねはい、その次が今までで一番売り上げ悪かったやないのこれ。 いや、それはまあ、僕のせいかどうかわかんないですよ。なんかもう、いろんなことがこうね、うん、左右すると思いますよ。その花粉が飛んでるとか、黄、うん、砂が飛んでるとか。はあ。うん。 まあそれぐらいで,いいですか。それぐらい他にないですか。稲坂さんがねラジオで何かこう話った一言が気に食わなかったとか。うんうん、まあ僕は16年やってるんですけど、えー、今まではそんなことなかったのに森田さんと一緒にやるようになってからそんなことがあるようになったということですか。広さんも何もかもすごい力ですね。うんうん、森田さんってそういったことを引きつける力があるということですか。うんうん いや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 